どうもリファイイトボ君お疲れ様ですガイですすガ毎日のトレーニング本当に、えー、ありがとうございます私の方もねまだスクワットだけなんですけども日常のプログラムに取り入れることができましてそしてまあ何よりもねリファイトクラブに入ってるという意識が自分自身を何、まあ、と言いますかねスポーツマンとか格闘家に盛り立ててくれてるなっていう風なマインドの変化が確実にありましたねだから個人で活動してるっていうレベルももちろん捨てたもんではないんですけども このグループの一員なんだなって思うことによってそのまだ小さなねリファイトクラブは小さなグループですけどもでも今後100人1000人というふうにメンバーが増えることを想定するとあ俺なんか初期のメンバーじゃんみたいなね、まあ、そんな気持ちに突き動かされてるわけなんですよでまあねいろいろと申し上げたいことはあるんですけども今回はねちょっと23質問したいなと思いますまず質問の1つ目なんですけどもボウ君はね キックボクシングインストラクターとして、日々、えー、後輩、後進の育成に携わってると思いますし、中には、健康目的とかね、まあ中にはね、本当になんかこう、ファッションとして格闘技を捉えてる人もいて、ちょっと体が動けばいいかなみたいな、もう必要なニーズだと思うんですよ、そういうのも。必ずしも、キックボクシングを教わるときに、試合に出ろ、強くなれ、ばかりじゃないと思いますんでね。やっぱりこう、運動してないんで最近は、あこうやって体動かす機会減ったんで来ましたとかね。 中にはヶヶ月月だだけけとか6ヶ月だけっていいう人もいるでしょうそういう人もすごく大事だと思うんですよ。何が聞きたいかっていうと、まあ、僕はキックボクシングの試合を控えてるんでしょうかってことなんですよ。もしくはこれから試合に出ようと考えてるかってことなんですよね。でこれに対してもしね試合の予定があるもしくはそういうこと言われるんだったら出ようかなっていうことで、まあ、40からね えー、キックボクシングのインストラクターとして試合に出てみたいというお気持ちがあるんだったら私は、まあ、リファイトクラブのメンバーとしてねもちろん応援したいと思うんですよじゃあ応援っていうのはどういうふうなことをするかってことなんですけども一つの提案としてあるのは試合に出るためのトレーニングパンツというのかトランクスってあると思うんですよボクシングだったらつまりは試合用のウェアですよねウェアはどんなものを着用してるのかなってことが気になるんですよ じゃあなんで気になるかってことなんですけども、そこにリファイトクラブのログが入れられないかな、もしくは私個人の会社のログが入れられないかなと。つまり、広告を受け付けてもらえませんかってことなんですよ。どうでしょうかね。この広告ってのは、必ずしも1試合何万円とかっていうね、値段から入ってくるもんじゃなくてもいいと思うんですよ。というのが、広告が張り付くことによって、ボー君自身、えなんかあいつ最近なんかやってると思ったら、 特定の企業の応援を受けてるぞ。どうしたんだみたいに、いわゆる他の選手とか、そのジムに対して箔がつくんじゃないかなと。ひいては、個人レッスンを受けたいというね、キックボクシングジムのその会員さんが、パーソナルトレーナーとして、ボー君を指名する機会も増えるんではないかなと思うんですよ。ですんで、広告を出す方も、出してあげる方もお互いのメリットがあると思うんですよね。もちろん、違法性のあるものとか、ギャンブル性のあるものとか、 もしかしたら性風俗にあるものとか、坊君自身が、この業種はちょっと広告として出したくないよねっていうのがあるかもしれませんので、そこは審査が必要だと思いますけども、とりあえずは、リファイトクラブで出すなりね、なんかそこの他のですよ、私の広島観光っていう会社で出すなり、ちょっと検討に値するところはあるんじゃなかろうかと思います。で、試合に出るならトランクス。このトランクスにもしね、費用がかかれるとしたら、それは広告料からなんとか捻出したいなと思うことで、 つまりは広告料も設定できるってことなんですよね。で最初はねあんまり高額な広告費を受け付けると申し込みがないっていうんで本末転倒になっちゃいますんでまずはトランクスの費用のね全部じゃないにしても一部とか例えばトランクスが1枚あの広告入りのやつがねいくらわかん使うのか分かりませんけども例えば3万円かかるとするじゃないですか。3万円はしないと思いますけども,もしかしたら高価なだったらするかもしれませんけどね。でそこに対してボー君自身は 5000円自分では払うよと。残りの2万5000円を、えー、広告を出したい企業で安分します。つまり1社なら残り2万5000円を払う。5社出てきたら5000円分の安分って形で、あのー、まあ、トランクスを新調しないといけないですからね。その時に、どんな会社に発注するか、何枚発注するか、まあ、1枚になると思いますけども、販売用に余計に作っておきたいな、みたいな計画も後々出てくると思うんですよ。こういうのも考えてね、グッズってものも、まあ、あ ななきにしもあらずかなってところですでもいきなり作ると在庫を変えたりとかして大変なことになっちゃうんでいきなりは作りませんいきなりは作りませんけどもまずは僕君がもしねちょっと話戻りますけども試合に出る予定があるんだったらトランクスをちょっとね新調するっていうか広告入りのやつをちょっと考えてみてもどうかなと思いますけどいかがでしょうかでもし試合を当面考えてないようでしたらねまあクラブ製の T シャツってものを作ってみると 面白いんじゃないかなと思いますけどもいかがでしょうか ?T シャツはそんなにね高くないと思いますんであの内輪のパッと入れるやつだったら1000円とか2000円でねあの特に今1枚単位でも作ってくれると思うんでそういうところを選んで最初は材質が悪くてもいいんであのレッスンの時だけ着るみたいな形でね考えてもいいのかなと思いますもちろんそういう、うん、考えがあるっていうことだけで実際に動かなくてもいいと思いますけどもまあこういうふうに私としてはねあのいろんな提案で 盛り上げていきたいいなっていうところが今あるだけでございますはい、いろ,いろと申し上げましたけども話を整理しますけどももしねぼうくんがこれからあのキックボクシングの試合を考えているようでしたらそのトランクスに広告入りロゴ入りってものもちょっと頭の隅に入れておいていただけたらと思いまして今回のメッセージになりましたはい、ご覧いただきましてありがとうございます今後もトレーニング続けていきますそれではリファイト